短い時間でしたけど、ありがとうございました。大輔とはね、大輔引退した時に僕はちょうどフェニックスリーグで宮崎にいましたので、最後このような形で、一緒にこうかませたということが非常に良かったと思いますし、また、自分自身なんですけど、3年間、日本監督をして、本当に関係の方にも多くのファンの皆様に、足を運んでいただき、本当にありがとうございました。来季は、チームのヘッドコーチとして、就任します。今年、東海岸の来年、ぜひ、みんなで分かち合えるように、